ていうか振り付け練習とかしてる？最近リハ持ったのまかなんです。 NMB の公演のライブの。あ、そうなの。もう全然出れてなくて。あ、でもその合間とかにもリハ練習する気力が出てなくて、うん、めっちゃ焦ってます。じゃあちゃんと練習してないの？練習してない。アイドル業はいいんだ。ちょっとそこからやってないの？あ、でも やってのはやってますね。全然なんかそこを仕事忙しいからアイドルをおろそかにすると、今アイドルでやってるのにそこの軸ぶれたのかなと思って。そうだな、俺らで漫才、うん、そうだ、でも一緒かもしれないです。そうそう、まあ一緒よ。はい、うん、どのジャンルの人もここに力抜いたらもう絶対他のことできないっていう。うん、まずアイドルやからね。そうです。その軸が、一本軸がつけってことやから、うん、しっかりするな、ほんまやな。でも、見取り図さんともっとね、いっぱい仕事したいです。そうだよ、うん、でも、やっぱ NMB の渋谷凪さんも公式お兄ちゃん、かまいたちさん、かまいたちさんかもあるから身引くわ。いや、まあ、そこを取ることは無理。そこ取るのはやっぱね、無理ですわ。どうどうやっぱり世間のイメージ、うん、ってなったらつぼみつぼみつぼみ、まあまあ、つぼみやでも美味しそうだ。つぼみ、そうか。なんかあの山里さんのラジオで言ってくださってたじゃない。聞いてるね。不毛な議論ね。不毛な議論、嬉しかったです。ありがとうございます。で、そのなんか何日後か、次の日かな、土曜は何する、で山里さんとご一緒させていただいて、うん、で合間に、うん、見取り図が凪沙ちゃんのお兄ちゃんみたいなの言ってたけど、でもかまいたちさんがいるから俺らなんてみたいなことを言ってたよって言ってたんですよ、山里さんがね。はい、私からしたらかまいたちさんをお兄さんって感じで、見取り図さんはお兄ちゃんっていう、この分かりますか？ちょっと違い、お兄ちゃんっておしゃべりだけど、トマイタさんはやっぱちょっとまだなんか、うん、その理論で言ったらさ、なんか兄貴とかも増えてくるから、どんどん兄貴とか兄者とかそう、兄という名の呼び名増えていくのじゃん。そう、気安の兄貴は確かに、健康さんとかも 兄貴みたいな。そう、思うやつね。健康さんとか、うん、そんなちょっと嫉妬してまうよな、増えていそんな増えてったら。でも一番こう、いや、いいよね、そんなえ、もういいですか？早いって俺もそう思ってないけど、今ちょっとこう否定してるもっとこうやろうよな。いやいや、ええよええよ、なぎさんに言われてな、気持ちよくなりたい。もう引かれました。ほらやめときます。でまあまあ仲良くはね、そうだな、やっていくし、NMB のみんなのあの活動は見てるもんね。いや、嬉しいです。ユズを知ってる？知ってる。ユズが今グラビアでな、ちっちゃい羽というふうに言ってるじゃん。そうやね、水着でね、あれ、何やったの？しかも、ユーカップちゃん。ネビシディユーカップちゃん。コピー QRST ユーカップちゃん。それツイッターでちょいちょい流れてくる。開花していてますね。ほんまね。よかったな、でもな。素晴らしいよね。夕方 NMB やった時のメンバーとね、また一緒になりたいし。そうやな。どこかで。どこかで。あかりとも会いたいし。ああ。あかりも卒業か。そうや。卒業しました。ミルルも卒業は。そうです。したんだ。1期生が全卒業。ゼロ期生。そうか。4期生やろ。まあ、NMB は私の一本柱で、自分から言わんで、ね、太い一本、太い一本、まあ、極太一本、太い一本でも後輩の子なんで結構、はい、ね、そうなんです。7期生、渚からしてみんなおすすめというか、はい、推しやろうけど、強いて言うんだったら、お一人誰？コジェリンです。コジェリンね。いや、後輩なんですけど、NMB のキャプテンで、コジェリンと話してるともう考えがまず一緒なんですよ。で仕事に対する気持ちとかもう出来上がってるんですよ。だから私が相談したりとかするぐらいで、なんか最近こうやって悩んでこう感じてるっていうのをコジリに言ったら、
もう素直に受け入れてくれるって分かってくれるっていうか、分かってたよみたいな、はい、はあ、個人はすごいですね、やっぱりさすが信頼してます、キャプテンだ、はい、いやこれからもっともっと上がっていくんだ、上がっていってほしいですね、うん、スローでイージーなとかやってたりするもんね、お母さんもやってたりするから、めっちゃ知ってますね、知ってるよ、全部ツイッターこれ、確かに、ね、有観光あたりからちょっと聞けるんだからさ、そうやって知ってくれてるファンの方めっちゃおるね、佐久間さんも電話してもう終わり終わり、キモって言われました終わり終わり、あの森山さんって夕方 NMB でよくできんみたいな、できんできんあのなる、うん、言うじゃないですか、スロイジでもできんやって言ってましたよね、できん言ってたかな、できんというワードワードが好き、ちなみに今日も鳥人間でこいつ言ってた。お前できんやん。そんな。お前二度と鳥人間来んな。マネージャーさんの元で聞いてるって言ってた。はずいからやめてください。俺の中の面白いワードできん。もう二度と言われへんよ。できんマウント取られへんよ。次のことは。あとこの、お前佐川さん、何をもうオフにして。今も何回もやりたいですすぐにこの、あの弁言とかオフとか、とか終わらすというのも何回も言わん方がええ俺の武器を飛ぶありがたいですね、でも本当に夕方 NMB で出禁を告げた子たちになるとか、やろうとかそれはもう、何のイメージがいいもうなるもうガチ出禁ですうん懐かしいな、青春やったな、なんか静電気食らってこのチャンネルだったら多分言ってもわかるかな、そうやな、見てる、タイトルが欲しいで初めて大変やなって思ったけど、なんかさ、あれあるやな、社内でほんまに中学生とかさほんまにやらんこと思ったよなんか罰ゲームとかはい、いますね、ああいう時どうしたらわからんの、確かにまだ中2、中3高1ぐらいの子もやっぱね大人もな、はい、おっさんが怒ったら怖いしな、怒る怖いし大丈夫でもそれはあったな、無理でも怒れる、ファンの方もいますし、無理やりやらすのもそう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 、そうなんやな、結構そこは俺らの狭間やったよな、芸人やったら、いやなんでビビってんねんとかね、ノリなるけど、アイドルの子やし、まあそりゃビビるか、うん、で、機嫌悪いとかはあるとかもあったもんな、そんなんてあると思うよ、感じる、あ、機嫌今日悪そうやんなって、ね、え、佐藤さんありますよね、機嫌悪いって言うか今日嫌なのかな、機嫌悪いって言うか今日ちょっと嫌なのかな、あ、申し訳ない、いやいや、それはだから俺らも勉強になるというか、もしかしたら機嫌悪くしたら俺らかもしれないしとか思うかな、え、なんかこういう子いたら助かるなみたいな、そりゃ渋ちゃんじゃん、渋ちゃんじゃん、渋ちゃんの何が助かりますか、自分でやっててお金なく何がいいんか、自分の良さ何を磨けばいいのかな、分かんなくて、ルフィタイプやな、もうピュアに悟空とかジャンプの主人公ルフィとかピュアに自分の能力削ってなくて強くなってってみたいな、いやでもまあそのいつだって全力やん、はい、今日はだるいとかないやん、その時点でそうやし、そのお客さんとかの温度感とかこの今起きてる場の周りの空気感とかね、すぐ察してくれるし、で後輩の子にお客さんの分からんと思ってこっそり行きなよそんなん見て行ってもいいよこれ、そういうとこ見とる、うん、仕事中そういうとこ見とる、それ細かい、いや見てると、まあ、目に入ったあ何ですか佐藤さん、全力で。今日生きなよはな。はい、生きなよは。佐藤さん、俺の子は。ムキムキってしますね。そう、なんか文句言ってた。生きなよ。ほら、俺がやってるわけだよ。これムキムキなんてしてんねんし。してない。何さが、行ったらみたいな言ってんのをね、何度か見たことあるという。へぇー。で、ね、何さんにどういうとこがいいですかって言ったら、素直に答えて、あげる気もない。後ろで、素直に。逆に、なんちゃ女の子やし、佐久間さん芝子が
あ、肉弾戦だろ。肉弾戦だろ。もう俺との、俺と同じやつのサイズが。ゴジラ対ゴジラ対キングコング、キングギドラ。あ、じゃあゴジラ対キングコングみたいな。今絶賛公開中。まあそういうとこじゃないんだ。いやありがとうございます。こちらこそ。こちらこそね。私の回あんま見てないですよ。あ、気づいた。やっぱね、ちょっとちゃうんだ、あの、そうというか。うん。たぶん、見取り図さんの、確か私が見取り図さんのファンだとしたら、アイドルと一緒にしてるの、あんま、あれなんですかね。いや、そんなの、そんなのない。そんなの一番嫌やな。アイドル。リリーさんのファンなんですか、ね、そうだね。あ、そうだった。このガキや、ほんま。スタンガー出してください。ガキにガーッてさ。もうこれもうこれ何でこの下できんこの奥酔ってますこのやつだって俺マジで立ち回られへんようになるやんな新しいの仕入れてこなあかんやんおい頑張れ全部揃った今日4種の準備あるかそんなもん何の話だよいやそんなことあのね YouTube ってやっぱ層がちゃうかったのやもんなそうそうこれは知らないことよ渚をアイドルとして見るというか、俺らも身内として見て、身内の連れ、うん、みたいな感じで見てくれたらいいよね。なんとこんな話、自分らのチャンネルでもしてくれば。真面目な。うん。スタンガンとか壊れてます。そうだね。どうぞでもね。何にも。じゃあ俺って芸能人生そんな4つで回してた俺のシフト弱いってなだいぶシフトのメンバーもっとあるっちゅう私夕方の夢1回目出た時から思ってましたもうええわ俺あこいつスタンガーとかってワイルドのことが好きやなじゃあスタンガーワイルドとかないか確か俺の中の面白い武器はスタンガーあと火炎瓶もあるあるな火炎瓶一緒に頑張って、はい、ウィルさんに追いつけるような。いや、今日はそんな。ごめんなさい、今日。ありがとうね。はい、ありがとうございました。急にしれっと。あれ、バイバーイ。バイバーイ。